始まった瓶が1から5本の場合は1個、1個グラムですね、うん、6本から10本残ってしまった場合は2個、なるほど、1キロ、はい、まあ、基本的に投げる腕につけていってください。うわ、で、つけられなくなったらなんかまあ他の足とかね、足とかそういうところにつけてください。オッケーです。だから自分のスコアが悪くなれば悪くなるほど良くなくなっていくっていう環境が、いやこういうボーリングです。なるほど、なるほど、はい、というわけで今回はスコアに応じて重りをつけていくボーリングです。やっていきましょう。はい、というわけでボーリング場に来ました。はい、本当にねご厚意でね、はい、もう1から6レーンまで、はい、なんか開けてもらって、はい、しかも何ですか、有線も切ってもらって、はい、すいません、しかもマスクもちゃんと消毒とかしてるんで外していいよって言ってくれて、ありがとうございます。すいません。でまあゲームは1ゲームだけで、はい、で一番負けた人が、まあ、両手首に、まあ、2キロぐらいつけて生活してもらおうかなと。期間はスコアの下1桁かける2日数。うわー、じゃあ9ってことは18か、最長 18?0、まあ、0は今日。うわー、そういう感じでいくか。了解、やりましょう、いきましょう。じゃあまず僕なんで行ってきます。はい、え、マジでボウリングやるの久々じゃない？普通にこの期間中みんな行ってないでしょ。行きます。やばいって。前回さ、取ったじゃん、ボーリング、うん、その時の俺らがひどかった。やばいね、そうだね。そう、だからここで挽回したい。いきます。あれ、え、おー、よし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 、みんな調子いいんじゃん。でも俺はやばい、モッチがミスることを見越して 0.5 を開けます。全部倒さないと1個ついちゃう。0.5 の重りを一つつけます。うわ、意外と重い。マジで、おー、あー、風、うぜー。え、どう？いや、賞味でもまだ大丈夫。これ一旦全部これでいったら疲れてくるな。10ターン後には5キロだからね。確かに、あんま動かさないようにしとこう。まあ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 、最初なんでね、取りますよ。そこやる、やばいって、やばいって、下手だって。これやっぱフォーム変で、いや、別に気にすんな、そうでもない。よし、おい、あー、やばいって。これはまあまあ、でもまあまあ、1個一緒だから。ダイーン、結構重いぞ。結構だよ。重いぞこれ。1キロね。はい、オッケー。あー、はいはい、こういう感じね。まあまだか。やばい、もう右手に支障きてるわな。でも言ったら次のターンが初重り付き投げだから。確かに、そんなもんかっていう。うわー、うわー、なんか違和感すごい。あげます。うわ、重っ。おい、やばいんじゃないの。やばいなんか持ってかれる感じする、腕が投げるときに。前銃で投げろって。まあ、8じゃない。まあ、許容範囲。ここで俺決めないと。あー、これはやばい。持ってかれない。いや、持ってかれました。なんでやばい、シンプルにボーリングが下手くそすぎる。いやー、下手なやつだ。あり下手やん。うわー、ちょっとブレる。うわー、うまいぞ、うまいぞ。え、いいコースだったね、今。スペア乗ります。わー、まあ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 、これ 0.5 つくのがもうマスコみたいになってきてんだよな。ちょっと待って。いや、1.5 つけてるやつ。やばいやばいやばい。うわ、やばいこれ。いや、重っ。オッケー、ブレた。やばい。2。あー、やばい、倒れた。結構倒れた。まっすぐだよ、もっち。
投げる前にさ、重り宣言しようぜ。今現在の重り 1.5kg、 かなり重いです。やばいって。やばいって、やばいって。 1.5kg です。待って、2キロ重い。いや、色違うやん。ベリ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 。1.5 キロです。左手に力を込めて。やっ。こんな倒れない。お。いやー、絶妙に倒れなかった。現在 2.5 キロです。やばいってこれ。あー、やばい。やばい。あーでも、いいね、いいね。割り箸。あ、さっきよりはいい。いや、いいぞ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 。あー、惜しい。リアクションよ。惜しいな。2キロです。やばい、そのスペアとかストライクとか見どころが長すぎる俺らのボーリングに。ただいま2キロです。投げる動作がきつくなってきた。あ、熱い熱い熱い。あ、まあまあまあ。3キロ。やばいって。スペアです、スペア。熱いです。現在折り返しということで、まあ、スコアこんな感じですね。やっべ、カスみたいなスコアで、俺が 2.5kg、 3.5kg、 僕も今 2.5kg です。重りボーリング、こっから。やばい、ガーターやばいって。やばい。よーし、でかい。マジか。うわー、嬉しい。現在の重さ 3.5 キロです。3.5 のやつおるやん。やばいぞ。これシンプルに下手。いいぞ。興味な。ごめんごめん。ガーブ頑張って。え？おっす。え？めっちゃいい子。ガーブ。まあ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 。なきっしゃよ。レスイート。オッケー、グッバイ。レッバイ。見どころ作んなお前。すごい。ああ、現在4キロです。でもここでストライク出します。あー、いやでもまだ点数的にどうぬ。うわギブアップで終わらず3キロです。あ、うまい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 。悔しい、今のは。いや
ただいま変わらず 2.5 キロです。オッケー。ちゃんと登る。現在の森5キロ。あー、モーニングをうまくなりたい。あー、うわ、いいぞいいぞ。バカ。あ、ないわ。いやあ、ないわ。歩き9連、変わらず3キロです。いやもうね、どっちかなんだよこのボーリングは。盛り付けまくっておもろいか、まくっておもろいか。そうなんだよな。いや、いいよいいよいいよ。てかマジでストライク1本ぐらい本当に出したい。ただいまの重り3キロです。あーえあへきれき一戦しないから。へきれき一戦して、へきれき一戦出るか。雷の呼吸一の方、へきれき一戦。おおー、あのフェイズ微妙だわ。現在の森 5.5 キロディアフォース。うわー、これはやばい。肘が体がブルブルになった。プラス1キロ1キロ。うわ、最終レーンです。スコアはこちら。僕が1位、モッチが2位、野瀬が3位ということで、まあ、俺が1位に輝いてモッチからジグソーを奪ってもらいます。プライベートやわー、やってるよっすね。あー、倒れた。いや、ここでスペア出したい。3投目したい。3投目マジ重要。3投目できるかできないかでだいぶ変わるよ。え、ちょうどじゃん、ちょうどじゃん。あ、全然違うわ。何が違う。お前、違う。いや、最後までストライクポンポンポンで出して。ただいま、3.5 キロでございます。3回投げれたら勝てるんだよ。おいやー、微妙、全然微妙。せっ、おあるよ。狙うはさっき1回じゃない、2回じゃない、3回だ。そう、6キロです。割と、おー、スペアある、スペアある。これスペアあるよ、ガチでスペアある。スペア行ってストライクやったらマジワンチャン。いきます。あーもう待って、55ということは、ということは乗せ10日間重りつけ生活決定。終わった。